皆さんこんにちは、高谷ウェイクチャンネルです。今回は東海のぶっ飛びライダーこと樺沢優選手にインタビューをしていきたいと思います。インタビューの構成内容です。カバちゃんヒストリー編、カバちゃんといえば編、Sベンドについて、スタイリッシュなグラブ、デカ並みの対応力、大会について、練習について、モビーディックのオフトレ、ウェイクへの向き合い方や精神面、カバちゃんのいろいろ教えてという構成になっております。ウェイクの歴史や環境が目まぐるしく変化する中、20年以上もこの業界に携わり、今もなお前線で活躍し続ける樺沢優プロ、独特のスタイルが有名で、カバちゃんに憧れて練習に励むライダーの方たちもたくさんいます。そんな人気者のカバちゃんのインタビュー動画です。早速行ってみましょう。インタビューしていきたいと思うのでよろしくお願いします。ではカバちゃんのヒストリー編から。カバちゃんはウェイクボードに出会ったきっかけは？高2の夏に愛媛県で、はい、友達の家でウェイクボードに出会いました。ああ、そうなんですね。ウェイクにハマったきっかけとかありましたら、はい、水面を滑っている感覚に一瞬でハマりました、はい、かなりね、上級レベルのカバちゃんですけれども、トントン拍子で上達しましたか？いえ、全然全然ですか？全然。苦戦した技とかありました？トーサイドは何もできなかったです。意外。3年間は、はいはい、トーサイドは全く何もやらなかったです、はい、怪我とかの戦いとかありましたか今まで？大きな怪我はなかったので。大きな怪我ね、はい、勢いでやってたんで。脳震盪極喪失、はい、脳震盪極喪失、なるほど。そっちっすね。まあ、食らってたらちょっと強になりますもんね、首とか脳がね。そうですね、ね、そうですね。で、そのどのタイミングからプロ昇格を意識しだしましたか？愛知県のショップの草大会で、はい、リフトホースジャパンの高橋さんと、はいはいはい、山崎冬樹さんが来て、うん、デモライディングをしてもらって、うん、はい、初めてプロをそこで見たんですけど。ああ、プロの滑りを見て、見て、はい、プロを目指したいって、うん、その時見た時は自分のレベル的には目指せる域やったんすか？全然目指せる域ではなかったですけど、5年後10年後にはいけるんじゃないかって思いました、ね。ウェイク歴何年でプロになられましたか？ちょうどウェイクボード歴10年目で。10年、何歳の時ですか？18からやって28で。へ、では続いてですね、樺沢優といえば編。やっぱその皆さん、カバちゃんのイメージといえば、もうフルエッジのぶっ飛びライダーっていう、まあ言っていればいい意味でネジが外れているみたいな、うん、ね、この昨今のウェイクボードは結構保守的な滑りの方多いと思うんですけれども、やっぱ楽しいですか、そのぶっ飛びとか空中は？その元々が船外機で始めたりってなって、はいはいはい、今のスキーボードよりもスピードも速く、テンポもある状態だったので、そうですよね、うん、なのでそっからレイリー系にはまって、はい、飛んでる瞬間のテンションを感じてる時間は特別な、特別な時間だった。なるほど。レイリーすぐできました？レイリーはウェイクボード始めて丸5年かかってました。5年は。でその初メイクした時は、はい、琵琶湖で、はい、峠さんのとこで、あ、はい、教えてもらって発明しました。なるほど。カバちゃんといえば、あまり誰もやってない技をね、結構するイメージが皆さんあるんですけれども、でも特別感ってありますかね？特別感。僕もね、結構やってない技やりたいがちみたいな、ちょっとあるんですよ。はい。それはあります。ありますよ、ね。人がやらない、うん、やらない技。てか、人と一緒のステージで戦っても勝てないので、うんうん。そうですよね。自分の味というかね。そうですね。そうですね。うん、なので、ね、自分だけの味を、はい、はい、突っ走っていきたいっていうのは。なるほど、なるほど。とカバちゃんといえば特別な技って、まあやっぱ S ベンドとかブリブリだ、ブリブリ S ベンでバルカン313も9112フェイキーはね、はい、ね、そういう技が好きになったきっかけは、はい、ほう、その20年以上前の中四国のプロライダーたちを見て、うん、ブリブリエッジというか、あ、まあ、フリップレイリー911系をやってるスタジオを見て憧れました。あ、確かに中四国、さらに20年前といえばもうそういう技がちょっと多いかもしれないですね。実際その S ベントって、まあ、リスクはあるけど、出てしまえばテクニックはいらない感じですか？テクニックはいらないです。いらないですよね。パスとかないし。いらないです。やっぱ僕もね、戻し引いちゃうんですよ、腕を。フリップになっちゃって。フリップになりますね。うん、その心の壁をこう超えるポイントとかありますかね？もうちょっとクレイジー、脳がクレイジーになった方がいいんですかね？クレイジーというか、はい、まあ、トランポリンではやりづらいですけど、確かに確かに S はいきなり坊主でやるのはまあ危険なので。何で練習できます？オフトレがないんですよ、S ベント。自分がやったのは、はい、プールの中でひたすらその動きとか、はい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 、テンションを感じるようにして、腕、肩、腰、はい、膝までの回転のかけ方を、なるほどなるほど。またまあ、はい、
ヘッドダウンのレディーとか。ヘッドダウンってどういう意味ですか？ヘッドダウン、頭下げる、頭を下げて、うんうん、テンションを感じれる状態のレディーをして、ああ言ったね、レディーできる子は。そうそう、うん、それをやったり911をやって、はい、腰をひねるっていう。はいはい、911ひねりますもんね、うん、その動きを、その延長でもう1、もう半回転いく。そうです、ね、なるほど。カバちゃんといえばグラブの位置がなかなかおしゃれ、はい、オリエンタルグライド、はい、これがフーチーグライドのつま先側、はい、ね、ですとかバットウィングじゃなくて、はい、ノーズウィングとか、このグラブの位置がかなりおしゃれなんですけど、こう体が柔らかいんですか、引き付けが上手、体は多分硬い、硬い方、体硬いけど、硬いけど、どう、まあ、そこをなんていうか掴む陸トレじゃないですけど、はい、まあ、でも人が持ってないところとかを、はい、やっぱ掴むのがいいと思ってるんで、うん、で、あとカバちゃんといえば波がでかくなればなるほど上手くなって、はい、本領発揮するじゃないですか、はい、でね、その僕らレベルやったらあんまりでかい波作られてもちょっと困るんですよ、はい、普段そんな波でやれへんから、はいはい、だからそのでかい波の使いこなし方みたいなんて、はい、大会とかはでか波で、はい、絶対でかいですよね、対応できなくなるんで、ね、もう初っ端にレイリーグライド系を持ってきて、はいはいはい、波の、はい、パワーと、はい、そのテンションのかかり方をまずは確認します。一発目で、はい、言ってましたね、あのとしきさんも言ってましたね、それは、うん、まあレイリーグライド系はやっぱこけにくく確かめやすい技ってことですかね。そうですね、あーなるほど、デカ波にも対応で、はいはいはい、なんかデカ波ってロール系って結構まくられるじゃないですか。そうです、ね、やったら当て系のスケアとか、はい、タントラム、フリップ、フリップ系がまあ硬いですかね。そうですね、フリップ系の方がまずかけにくいんで、カバちゃんは大会出場するとき心境状況ってどんな感じですか？緊張するとかって言いますか？そうです、めっちゃ燃えてるのか、はい、いつも通りなのか、楽しいんだろうとか、もう練習で大会をイメージしてるの、はい、大会はもう公開練習ぐらいの気持ちで、公開練習のつもり。緊張はしますか？緊張はします、します、でも、うん、でも程よい緊張で、あ、なるほどなるほど、大会の時のルーティーンの構成の仕方、やっぱ最初はレイリーグライド系で、はい、まず波確認して、確認して、はい、あとはもうこけにくい技、うんうんうん、バートスピンを持ってきて、はい、そうですよね、レイリーしてスケアスケアスケ ア, スケアヒル3で4発目トーのオフオフ5で一発間に合えばそうですね、タントラムとか、もう一発モビー YD ぐらい、あ、なるほどなるほど、あ、パスの終了ぐらいでちょっと高難度、はい、そうですね、なるほど、確かに終了前に一発やっとったらこけてもそうですね、ツーパスからやり直せるし、で、転んで、はい、ツーパスでローラーなくなればいいと思って、うん、なるほど、その環境を見ながら、はい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 、途中でワンボールした時どうします、はい、焦りますね。焦りますよね。2発目のスケアでこけた場合、はい、2パスの前半に持ってくるやつを、あ、もうこけにくいやつを、はいはいはい、2パスの前半ですね、前半を持ってきて、はいはいはい、先にね、はい、こけずにやっといて、はい、そうです、そうです、2パスにつなげると、つなげると、カバちゃんの2パスの1発といえばノーズフリップ、ノーズウィングとか、はい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 、まあ、何がこけやすいですか、ちょっと荒れてる時、荒れてる時はやっぱ 3D とか 3D インロール系ですか、インロール、インロールがバックロール等のバックロール、ね、うん、あんまり出さないです、ね、はい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 、スピンはあれとっても、あれでもそんな、そんなに、あ、スピンは大丈夫、うーん、なるほどなるほど、ボーズの波ができてるんです、うんうん、そこは大丈夫、なるほど、練習の頻度は週に何回ぐらいされてましたか？基本土日休みなので、はいはい、週末に土日やるんですか？土日1、2本ずつ、あ、もしくは土日どっちか、どっちか、あ、そうですね、ちょっと連続やったらしんどいですよね、そうですね、うん、そういった感じで、あとは平日は、うん、体作りですね。なるほど。ランニングしたり、はい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 、体力でひたすらメトレしたりします。なる。真冬もされてました？真冬もその時はしてましたね。あ、最近はちょっとしてない。最近、はい。いつも30分ですか？いつもは15分1本です。15分1本？あ、そう。もしくは15分延長して、はい、20分25分くらいになります、うん。どういった練習プログラムでされてますか？例えば前半、中盤、後半とかあると思うんですけど。大会に出る時は、はい、もう基本。はい、ウォーミングアップしてすぐルーティン流すように、 あとはちょっと練習してる技を流して、はい、でもう一回最後にルーティン流すっていうことを大会前はやってます。なるほど、後半で滑るってことでちょっと疲れた状態でもそのルーティンを流せれるようにと。そうですね、なるほど、はい、で今その中盤で練習中の技、メイク率低い技であったりとか、はい、新技ってことになるんですかね。はい、そうですね。これは何発ぐらい打ちますか？連発でいきます？自分の中では3発までって決めて、はい、3発まで、はあ、なるほど、
あんまりやりすぎても。そうですね、集中力。怪我のリスクが大きくなるんで。はい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 。なるほどなるほど。3発ぐらいまでかなと思います。先ほど平日はトランポリン、はい、まあするとお聞きしたんですけども、はい、トランポリンではどういった練習をされてますか？トランポリンはスピンと、はいはい、スピンのラップ折りとか。あ、スピンのラップ折り。まあ 3D。はいはいはい。インバート。インバートもやります。今ちょっと 3D で出たんですけれども、はい、トランポリンでおすすめのトリックってあります？トランポリンでおすすめ、これいいよみたいな、これやったらボートでつなげやすいよみたいな、なんかラッキートリックってなんかあると思うんですよ。ラッキートリック、モビーディックとか。モビーディックはもうひたすらトランポリンでやりました。はやりやすいですか？まだトライしやすい。やりやすいです。なるほどなるほど。モビーディックはもう毎日、はい、その20回とかやってて、1ヶ月で、はい、400発以上400発、なるほど。ててトランポリンにモビー行こうと思ったら一旦タントラムパスしたらいいんですかね？最初ハンドルなしで、うん、はい、爆中の爆中して、はい、1回転ひねりを、あーひねったらいいんですね、でブラインド方向に、はい、でそれやってからハンドル持つようにして、うーんなるほど。あとはレイリー系で言うと、はいはい、その911-2フェイキとか、はいはいはい、レイリーやりすいですね。313できます、レイリーと313。313もできます。できるんですね。家に置いてたあのトランポリン、あのトランポリン、ユーロトランポリンとかじゃなくて、はいはい、トランポリンで気をつけることとかあったら。トランポリンはやっぱり真上に飛ばないと危険なんで、ちょっとでも横に飛んだりするとスプリングに落ちたり、陸に、まあ自分も陸に落ちたことあるんで、はい、あーあるんですね。もう絶対怪我するんで、うん、そうですよね。なのでちゃんと履く靴とか足首畳めるとか、はいはいはい、そうですね、しっかり真上に飛ぶってことを意識してやってます。あ、わかりました。危険な競技だと思ってます。そうですよね。今日の練習に対する課題とかってどんな感じで臨まれますか？新しいことに取り組んだりするときって、うん、じゃ不安も出ると思うんで、はい、そうですよね。もうイメトレを完璧にするようにして、うんうんうん、まあ、怪我をしないように、はい、まあ、ストレッチするとか、そうですね、して取り組むようにはしてます、うん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 。なんか怖さってあったりしますか？ウェイクボードっていうのは痛みが伴うので、そうですよね、痛いの味わうとやっぱ怖さ出てしまうので、怖なっちゃってちょっとやめちゃうっすね。そうですね。なんかやめた技あります？食らって技ありますね。なんですか？ちなみにブラインドジャッジ系とか。ブラインドジャッジよう生きてますね今。やっぱそういう逆エッジで食らうと、うんうん、はい、そうですよね。もうそれが恐怖になると体に染み付いて、はい、体が拒否してしまって、うん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 、その技は出せなくなってしまうので、そうですよね。そこはもうやっぱ戦いですね。やめた技でも、はい、まあ要はできてた、はい、できたけど食らってダメだった技とかあると思うんですけど、はい、打ち勝った方法とかそういう時に、はい、グラトリとか、あ、グラトリ、はい、小技を、うん、に戻ってやっぱそういう方がいると、うん、まあ、例えばブラインドジャッジやったらバニーホップで B1 やったりとか、本当も基本的なところ、うん、ツーウェイクのバックサイド180するとか。そうですね、そうですね。なるほど。少し戻ってやると。そうですね。そこからもう基本をちょっとやり直して、はい、モチベーションを上げる方法とかって何か。やっぱりモチベーションを上げることって、はい、同じ近いレベルの人と滑り合ったり、はい、うん、競い合ったりね、ちょっと上手い人の滑りを見るって、はい、刺激をもらうっていうのが大切かなって思ってるので、はいはい、はい、普段滑ってない憧れのライダーと滑ったりとか、はいはい、最近で言ったら大会の映像を見て、そうです ね、ちょっとモチベーション上げたりとか、はい、今はもういろんな大会映像残ってるので、ね、そうですよね、いい時代になりましたね、はい、なのでもうそういう人たちの滑りを見て、はい、刺激をもらって、刺激されて、はい、なるほど。ではですね、最後にカバーザーユープロについて質問、はい、していきたいと思います。軽めにお答えいただければと。カバちゃんの得意トリックは何ですか？得意トリックはやっぱ、はい、レイリー系フリップ系。レイリー系フリップ系。苦手なトリックとかありますか？苦手なトリックはやっぱりはい、ラップ折りとか。ラップ折り、はいはいはい。ちなみに今練習中の新技ってありますか？ラップケージ。ラップケージ、あ、ピートローズ。これか、はい、あ、でピートローズ。ピートローズ、うーん、なるほど。世界中でまだ誰もやったことのない技をしてやろうかなみたいな、ちょっと魂胆ないですかね？それは常にあります。あります。な、はい、何いけそうですか？けど、はい、ツタンカーメン。ツタンカーメン、ツタンカーメンって何でしたっけ？レイリーにバックサイド、レイリーからのヒール7。レイリーからのヒール7。315の上。315の上ですね。はい、そこはもう究極すぎてちょっとまあ、イメージもできてないですけど、はいはいはい、やっぱとりあえず3135、3135、はい、から S ベンドからの313の S モブとか。え、S ベンしてからの313。え？ S ベンしてからのオープン3。そんなことできるんですか？K
ケーブルでやってる人はいますけど、ボートはまあ少ないですね。機内はいないんじゃないですか。ですよね。好きな、まあ、尊敬や目指すウェイクボーダーって言いますかね。ウェイクボーダーね。好きな。はい、もうずっと憧れてたのは、あの、ヨッシーさんとか。はい、ああ、ヨッシー。911フリップが。はい、そうですね。もともとそこから、うん。うん。同じ属性ですよね。好きだったんで、はい、今でももう、911フリップ系は好きです。杉じゃけの。じゃあ、ウェイクボードの好きなところってありますか？もう一緒に滑る人たちといろんなつながりができたり、はいはい、 そうですね、その全く知らない人と滑って、うんうん、いろんなネットワークができて、はいはいはい、ウェイクきっかけにね、うん、そうです、その競技でも、はい、なんですかね、はい、あの落とし合うとかけなし合うじゃなくて、お互い、うん、高め合ってくる、そうですね、褒め合って、でお互い技決めたら、はい、喜び合うっていう、はい、そうですね、そういうとこがやっぱりいいですよね、大好きです。はい、カバちゃんのウェイクボード以外の趣味、多趣味なカバちゃん。球技スポーツが苦手で、野球ゴルフテニスとかも、はい、もう今苦手なんですけど、はいはい、まあ、卓球は奥が深くて、はい、卓球やってるんですね。卓球面白いなと思ってますね。うーん、なんですか、これなんですか。ダーツ、ダーツは、ダーツ、そういうのもまあ苦手ですね。カバちゃんなんかボルダリング、マラソン、スノーボード、はい、ね、あ、そうですね、冬はスノーボードね、そうですね、冬は冬らしい、はい、うん、でスノーボードもしたりしてます、うん、同じ板乗りでね、はい、競技なん、ウェイクボードで一番良かった思い出、良かった思い出は、はい、その大会やイベントで知り合った人とそのつながりができて、はい、その北海道から沖縄まで、そうですね、日本全国、日本全国、はい、知り合えて、はい、いろんなところでセッションできるようになって、はい、そういうのはいいですよね。ウェイクしてなかったら出会ってない人もいますからね。はい、わ、ね、はい、かりました。じゃあ逆にウェイクボードで一番悔しかった思い出があったら教えていただきたいなと。悔しかった思い出、やっぱりもう大会で、はい、やっぱりみんな多分思ってると思うんですけど、ねはい、大会で自分の思ってる実力なんか全く出ないと思ってるんで、うんうん、大会ね、大人になってこんなに悔しがることって、はい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 、少ないと思ってるんで、はい、そういう感情になれるのは、うん、そうですよね。僕も0点で帰ったことありますからね。はい、これ板捨てて帰ったのかなと思いましたまあそれも含めてウェイクボードですね。もうそれがあって今があるみたいな、ありますね。皆さん通る道ですよね。そうですね、大会で成績出なかったんは、ね、そこからの悔しさをバネにちょっと皆さん頑張っていただければなと、ねね、今のウェイクボード界について思うこと、まあ、JWB 大会であったりとか、まあ、はい、大会出てない人も頑張ってたりとかで、各種、協会が誕生したり、はいで、個人でウェイクボードしたりとか、まあ、SNS の普及でこうやって YouTube でね、流行ってたりとかあると思うんですけれども。はい、まあ、トッププロになるために、その、はい、そういう大会も大事ですけど、はい、やっぱりその、うん、ボトムアップじゃないですけど、ボトムアップ若手や、はい、その、プロを目指してる人にも視点を合わせて、はい、なんだろう、なんか大会だけじゃなくて、はい、その地方で小さいイベントを、やっぱり、地道にやっていくっていうのが、そうですね、大事かなって、集まりがあってね、そのウェイクボード自分の技を披露して評価されるところがあるというのがね、はい、その励みになるというか、うん、カバザーユープロの今後の目標とかありましたら、やっぱり今後の目標は、はい、大会に出て自分のお世話になった人、お世話になったスポンサーに恩返しするのは、はい、もう絶対、はい、やっていきたいと思ってますし、はい、自分が足を運んで、はい、いろんな人と滑って、はい、教えたりしたり、はい、自分の持ってる道具を、はい、試乗してもらったり、ね、宣伝していくっていうのは、はい、うんうんうん、やっていきたいと思ってます。うん、なるほど。来年はまた大会は出場の予定は、大会には出ていきたいと思ってます。やっぱり大会に出てる人たちから刺激をもらえるのと、そうですね、そこでのつながりがやっぱり大切かなって思います。はい、でもやっぱりカバちゃんの出走って見ますよ、みんな。何するんかなってなるんで、はい、それは結構視聴率というか、この全国のウェイクボードファンも求めてると思うので、ぜひね、これからも、はい、どんどん出場していただきたいなと思います。はい、では最後に、全国のウェイクボードファンへメッセージ、よろしくお願いします。皆さん。はい。これがちょっと冬になりますけど。そうですね。はい、冬はオフトレに、励んでもらって、はい、体作り、はい、もう怪我しないために、はい、オフトレ、イメトレしてもらって、ね、うん、もうウェイクボードライフを楽しんでいってください。はい、わかりました。ではですね、
今回は東海のぶっ飛びライダーことカバーザーユープロにインタビューをさせていただきました。カバちゃんありがとうございました。皆さんありがとうございました。バイバーイ。イエイイエイ。いかがだったでしょうか。ウェイクボードは皆さんそれぞれ十人十色のスタイルがあります。今回のカバザー選手のインタビュー動画で何か前進になるようなヒントがあればご自身のウェイクライフに生かしてもらえれば幸いです。それでは次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。